城北大田駅は、茨城県日立大田市山下町にあった日立、電鉄日立電鉄線の駅である。東日本旅客鉄道の日立大田駅と、相互乗り換え駅であった。東日本旅客鉄道水軍線日立大田駅から、国道349号を挟んだ、日立電鉄バス乗り場の一角にあった。なお、かつての駅舎は木造だったが、1972年に、 コンクリート二階建てに建て替えられた。混合ホーム2面3線と側線1本を持つ比較的規模の大きい地上駅であったが通常は1番線のみを使っていた。駅舎内には日立電鉄交通サービス大田旅行センターが併設されていた。開設当初から直営駅となっていた。窓口の営業時間は 平日は6時20分から19時まで、土曜日及び休日は9時から17時までであった。自動券売機は設置されていたが、乗車駅証明書発行機は設置されていなかった。始発列車は6時26分、終電の到着は22時28分であった。日立電鉄線の廃線後、駅舎は営業所兼待合室として、日立電鉄交通サービス。 大田旅行センターが代替バス乗車券を販売していた。2007年6月頃にホームが解体された。さらに2010年2月から3月にかけて、日立大田駅周辺整備事業に伴い駅舎も解体され、跡地はドラッグストアの店舗敷地になったほか、一部が国道293号の道路用地に転用された。ありがとうございます。